こんにちは。小屋さん専門税理士の田辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。コインパーキング会社に賃貸、インボイスが必要な場合と不要な場合というテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい。では今日の質問内容になります。コインパーキング事業者に土地を貸しています。消費税がかからないからインボイスが必要ないと思っていました。 しかし、賃料には消費税が含まれて払われています。インボイスが必要となるのでしょうかこういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、私が過去メールマガで書いてきた親さんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから、無料で税務相談ができるメールマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE。 こちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい。では回答の方に行きたいと思います。コインパーキング事業者とどのような契約になっているかによってですね、その結論というのが異なりますよということになります。どういうことがでるかというとですね。土地の貸主がですね、駐車場用地として一括して貸し付けている場合で、自らは 建築物駐車場や機械式駐車場設備を設置しておらず、かつ貸し付けた相手方自身は駐車せずに、第三者に駐車させているようなケース、これは駐車状業ではなく土地の貸し付けとして判断しますよということになっているわけですね。つまり土地の貸し付けであれば消費税は非課税、つまりインボイスは必要ないということにはなるんですよ。しかしです、ね、 しかし、コインパーキング会社に貸し付ける時点で駐車場としての機能を有していた場合にはですね、課税取引になるんですよ、ということなんですね。これ過去のですね、裁判事例です。平成24年11月29日、大阪公裁の判決です。貸し付けの時点において駐車場設備としての実質を有していたことを認めることができるのであるから、本件貸し付けをさらちの貸し付けと同時することは 相当ではないというようなですね、判断がなされています。でさらにですね、過去のこれ採決事例です。平成23年3月28日の採決事例です。無人時間貸付駐車場として利用されていることを認識しながら、土地上の駐車場として利用可能なアスファルト舗装などの減価償客さん、過去構築物が損するまま対応する旨合意し、実際に対応したものであるから、 本件各契約に基づく賃貸借は、いずれも単なる土地の貸付ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するものと認めるのが相当であるというふうに言ってるわけですね。今のですね、ちょっとこと話をまとめるとですね、コインパーキング事業者に土地を賃貸する時点で、賃貸する時点で、 アスファルト敷きなどの駐車場設備がない状態ですね。ないのであれば土地の貸し付けとしてこれは非課税ですよ。つまりインボイスはいりませんよということになるわけです。しかしアスファルト敷きなど駐車場設備があった状態でコインパーキング会社に貸しているのであればこれは駐車場の貸し付けとして課税取引ですよ。これはインボイスが必要になるんですよということになるわけです。今回のケースですとですね。 え、コインパーキング事業者からインボイスの発行を求められる可能性があるんじゃないかなというふうには思います。ですから、まあ、コインパーキング会社との契約がですね、どのようになっているのか、まあ、いま一度ですね、ちょっと不安な方は契約書を見直していただくのがいいんじゃないかなというふうには思います。